回は買いに行ったのガチャのハイド&シークかくれんぼフィギュアです。じゃあ紹介していきます。今回カラフルなカプセルになっております。全7種で1回400円です。約5センチです。ちょっとそのまま流れていこうと思ったんだけど、このカプセルの蓋がちょっと開きにくいんで全部開けちゃいました。じゃあ紹介していきます。まず一つ目です。ハイド&チークかくれんぼフィギュア全7種です。ラインナップはこんな感じです。タイニータンがドーナツの穴からチラッとかくれんぼしてるっていうフィギュアになります。じゃあ一つ目は、ジンさんです。ジンさんです。ダイナマイトのジンさんで です。完全に丸見えだけど可愛いです。なんかテカテカしてる。テカテカ光ってる。なんかテカテカ、あれ見えないか。カメラテカテカしてるように見えた。うん、カメラでは見えるけどマットな感じで、そう、テカテカしてなかったです。すごいなんかクオリティが高い、かわいい。じゃあまずはチンポ推しのジンさんです。ジンさんです。じゃあ2つ目いきます。じゃん、アーレムさんです。かくれんぼっていうかドーナツ食べてる感じで見える。うん、髪の毛がすごい。ちょっといつもは300円だけど400円だからクオリティが高いです。うん、かわいいです。じゃあ RM さんです。 RM さんは座るんだ。なんかジンさんがちょっと立ちにくいかな。そうね、まあ、ちょっとこの傾きがあるのかもしれない、この机の、うん、もしかしたら立つかもしれないけどバランス悪い。じゃあ3個目いきます。じゃーん、かわいい。リョークさんです。リョークさんです。ドーナツが半分のドーナツ、めっちゃ押し開いてる。 V ジェホプさんです。です。これアレムさんと一緒じゃない。だから、え、あ、座ります。いい、この形は安定です。じゃあ次いきます。4つ目です。ユミンちゃんです。でもこの色のドーナツはある、ミント、そう、この髪の毛がすごいです。ん、なんか汚れてるの。うん、汚れてました。じゃあ4つ目はジミンさんです。おー、ジミンさんもそうだね。今のところジンさん以外はかなりバランスいいです。じゃあ5つ目いきます。ジョンミクさんです。紫のドーナツです。です。めっちゃドーナツ距離近い。じゃあ5つ目はジョングクさんです。ジョングクさんバランスいいです。バランスいいね。平らな部分が多いもんね、裏に。そう、じゃあ6つ目いきます。シュガさんです。シュガさんです。これはジンさんと同じような感じのポーズだね。そうだ、片足立ってるから座りにくいかな。こんな感じでドーナツに隠れてます。まーす、また汚れてる。うん、そう。じゃあ6つ目はシュガさんです。あー、でもいいね。こんなら座るんじゃない。いや、ダメだ。ジンさんだけちょっとかなりバランス悪いです。なんだ、座れません。諦めました。じゃあ最後の1個です。じゃーん、 V さんです。 V さんです。ホラー推しの V さんです。なんか口がかわいい。で、髪の毛がすごい、やっぱりこれは、うん、いいフィギュア。光って見えるけど実際マットです。マットです。めっちゃ光って見える。なんでこんな光っちゃってるのか分かんないよ。緑の、まあ、緑なら抹茶とかもあるもんね。ああ、じゃ
V さん立たせてみます。やばい、ジンさんだけかなり悪い。なんか個体差があるのかもしれないけど、なんか悪い個体差かもしれないけど、ジンさんだけこうなっちゃいます。うちのジンさん座れない子でしたっていう感じのタイニータンのハイド&シークかくれんぼフィギュアですの全7種です。じゃあ以上です。